北海道に記録的短時間大雨情報が発表されました。15時40分までの1時間に記録的な大雨が降りました。では現在の状況を見ていきましょう。こちら15時40分現在です。北海道猿払村付近で約100ミリの解析雨量となっています。こちらでは活発な雨雲の下で雨が強まっておりました。では今後の予想を見ていきましょう。この後ですね、雨雲は東方向に移っていく予想となっております。今後も大雨による低地の浸水や土砂災害などに警戒が必要です。北海道の記録的短時間大雨情報についてお伝えしました。詳しい情報はお天気アプリウェザーニュースからもご覧いただけますので、ぜひご活用ください。